あ、お疲れ様です。すごい、なんかすごい機会だね。お話ですか？はい。お話いいですか？あ、はい、どうぞどうぞ。山本さんとこの前コラボしたじゃないですか。しましたね。見ました。見ましたよ。びっくりしましたよ。あの、見てから本当に気づいた感じでしたよ。あ、全然。全部嘘だったんだと思って。っていう感じです。本当に全部信じてましたよ。ただ、そう、ゆまちゃんのくだりあるじゃない？はい。あ、ゆまちゃんがこんなに仲いいのに、私言われてたけど、忘れちゃってたかなとか、そんぐらい思ったぐらい、でも全然、で、確認しようと思ってたんですけど、はい、あの、ゆまちゃんが言いたくないから言ってなかったとしたら、あんまり聞いちゃいけないかなって思って、確認しなかったの。ただね、全部、ノンさんにはね、言ってた。なんか、とか言って、あの、山本さん、あれみたいよ、米倉さんと付き合ってたみたいよ、とか全部旦那に言ってた。あ、じゃあ気づかなかったんですね、全然。全く全部本当だと思う。なるほど。だって、東洋の魔女とかも全然信じてましたからね。え、すごーとか言って本当だ、あのまま帰ったんですよ、本当に。だから私はもう動画を見て、え、嘘だったのって、一番最初のさ、はい、エイプリル、まあ、確かにエイプリルフールだったわと思って、それはね、思ったんですけど、そのね、帰ったわけじゃない、そのまま、はい、で、車の中でさ、あ、そうだったんだなとかって思いながら、はい、いて、旦那に話すわけでしょ。ね、もうちょっと、ね、ネタバラシしてほしかったなと思いましたけど、でも、見て気づくのも自分で本当に、なんていうの、客観的に自分を見て、はい、やばい人じゃんと思った。全部信じちゃうじゃん、私っていうのを思いました。はい、ね、まあ、傷つくような嘘は、つかれてないので、はい、まあまあ、笑えるレベルだったので、よかったなと思ってますけど、はい、でも本当にびっくりしました。お家聞かれてましたよね、山本さんに。どこに住んでんのって、青江さん。うん、聞かれてましたね。それってどういうことなんですかね。来ますかね。いや、わかんないですけど。ああ、その辺だったらまあ、みたいな、言ってましたよね。そうですね。まあ、マッコイさん家、まあ、近くはないですけど、はい、の方なんで。でもまあ、うちに来たところでね。来てもいい。来てもいいですけど。でもいいですけど、来ますかね、うち。なんかできるかな、うちで。お家聞かれてたんで、もしかしたらと思ったんですけど。うち本当に何もないし、もう子供の、はい、子供の今ね、ジャングルジムとね、滑り台がついたジャングルジムと、はい、ボルダリングができるなんかやつしかなくて。お水が足りないとかないですか？どういうこと？お家に。お水ね、水道から直接、はい、ミネラルウォーターにしてくれる機械使ってるんで、まだ作りに来てくれないですかね。いや、ありがたいですね、そんな。で、この前は、塩辛を使ったパスタだったじゃないですか、はい、いろんなパスタ作ってるじゃないですか、はい、違うパスタ食べたいですね。なるほど。あ、パスタ食べたいですねパスタ作りに来てくれないですかね。なんかね、でも山本さんこう他の方とコラボというか、うん、動画出演してる時って、うん、なんで今来るんだろうっていうタイミングで来てるじゃないですか。今来ないでほしいっていう他の人のところにはその一応葵さん、そうだよね、一応だってスケジュールありますからね、はい、何時に来てほしくないとかってあったりするんですか。一番5時以降よ。5時以降が一番来てほしくない。子供たちもいるし、はい、一応コメントを取っとこうかなと今日は思いまして。ねえ、もうでも本当言いたかった。あんなさ、文字だけでねコメントをね、はい、2、3行しか書けないところで、はい、なんか気持ちを伝えるより、そうだよ、動画として撮りたいとかって思いました。とりあえずその念願の山本さんとのコラボできたってことで。いや、コラボはねすごく良かったです、はい、ね、自分の方のさ3本仕立てになってましたけど、はい、すごい面白くしていただきましたし、空、青い空、青い空チャンネル、空ちゃん
ちゃーん始まりました。そらちゃーんありがとうございます。初めて歌いました、はい、それそうだ忘れちゃダメですね。そうだよ。とりあえず山本さんがいつ来てもいいよっていうことを確認したくて、そのいつ来てもいいよ、来てくれるんだったらいつでもいい、そのありがたいですよっていうのを葵さんの口から言ってもらおうかなと思って。全然言ってないですよね。いつ来てもいいですよ、はい、いつ来てもいいですよ。山本さんにも以外でも、山本さん以外でも、はい、いつ来てもいいですよ、はい、いつ来てもいいです。いや怖くない？いい人だったら、友達だったら、いい人だったら、はい、友達だったらいつ来てもいいよ。本当に本当に。はい、じゃあありがとうございます。すみません、はい、チャンネル登録よろしくね。